問も同じで、同じ共通のことを共有しているっていう話題はどこか心地よくて違和感なく返事をしてくれるね。はい、ミッキー、岡田です。今回は仲良くなるための必殺の会話術導入編をお伝えします。過去にも会話の方法についてたくさん語ってるんやけどさ、やっぱりな、お見合いでお断りされる理由で一番多いのが話が弾まなかったです。やので、会話を上手に盛り上げるポイントを今日から3回に分けて説明したいと思います。またかよってなる人がいるのはわかる、わかるねんけどもさ、でもな、生きていく中でとっても大事なことが会話やんか。だからぜひみんなに身につけてほしいと思ってるねん。婚活や恋愛に限らずな、役に立つことなので、ではいきます。会話って難しい。お見合いで会話が弾まないと思ってる人に、まず最初に意識してほしいのはな、自分には会話の能力がないのかもしれないってちゃんと理解してほしいってことな。いきなり厳しい意見でごめんや。でもな、会話の上手な人っておるやんか。すぐに人とたくさん話せる人、それでいて相手に不快な思いをさせずにあっという間に仲良くなれる人、そういう人を見てな、いいなと思ったことがあるんとちゃうかな。それってさ、明るい性格やからとか、頭の回転が速いんやとかって思うけども、その人のさ、今までの努力がかなり大きいね。会話が上手な人ってのは、会話が上手くなるための努力を散々続けてきた人たちなのよ。意識して努力してきたかどうかは別にして、会話の途中で、あ、この人の気がそれたな、あ、俺の話ちゃんと届いてないな、あ、今は気持ちよく話してくれてるな、今めっちゃ仲良くなれてるやん、みたいに会話が弾んでるかどうか、仲良くなれているかどうか、心の距離が縮まっているかどうかを常に気にしながら会話をする人なのよ。だからこそ今会話が上手になってきたんやな。その結果やねん。会話が苦手な人ってのはさ、今まで会話をうまくやることに価値を見出してなくてさ、あまりスキルを身につけてこなかったってことなの。何が言いたいかっていうとな、会話ってものすごい技術がいるねん、ほんまに。だから真剣に取り組まないと上達ってできひんもんやねんな。ということで、皆さんには会話の上達のポイントをしっかり伝えたいと思います。目的を持ってるか、じゃあ真剣に取り組むわって思ってくれたら第一歩は OK や。頑張らな。まずな、会話が苦手な人にやってほしいのは、今何のために会話をしているのかって考えてほしいねん。漠然と会話をする癖を改めてほしいねん。会話をする目的ってさ、情報を伝えるためやったり、感情を聞いてもらうためやったり、話を聞き出すためやったり、いろいろあるやんか。その目的をな、はっきり意識して会話を練習するのが大事なのな。例えばお見合いして相手が素敵な人やったらさ、そのお見合いをこなすことが目的じゃなくて、相手と仲良くなったり、次のステップに進むことが目的やんか。そんな風に会話の上手な人ってのは、子供の頃から無意識にちゃんと目的を持って会話をしている人なんだな。面白い話が得意な人は笑わせることを目的として話しているし、コミュ力が高い人は相手と打ち解けて仲良くなることを目的として話しているねん。そうやって毎日毎日訓練を重ねてきた結果が今やねん。だからあなたも会話する時の目的をはっきりさせてな。仲良くなろうとか、いい人だと思ってもらおうとか、笑ってもらおうとか、気持ちを伝えようとか、行き当たりばったりじゃなくてさ、目的を持って会話をしてほしい。するとさ、意識が変わってくるから、すると行動も変わってくるから、そして変化が起きるから。まずは雑談から。初対面の時、一番気になるのは初っ端の一言やな。どうやって話しかけようかなって思うやん。その気持ちわかるで。婚活のな、お見合いやったらそこまで気にならへんけども、突然二人きりで話す状況になったりさ、会話で場をつながないといけない時とか、そういう時ってよくあるやん。そこでな、あー何話そう、大事な話をしないと、賢い会話しないとバカにされるとか思わんでもいいよ。どんな人でもさ、最初はたわいのない雑談から始めるもんやねん。今日はいい天気ですね。どちらから来られたんですか？場所分かりにくくなかったですか？混雑してますね。こちらに来られたのは初めてですか？ってこんなな、
当たり障りのない内容から始めたらええのよ。深く考えることないよ。いきなり深い質問する人がいたら、それは会話上手じゃなくてさ、ただ単にデリカシーのない自分勝手な人やから。相手の性格ってまだ分からんやんか。まずは探りを入れていかなあかんのよ。まずは共通点から。雑談はな、まずは自分と相手と共通になっている話題から話すのがコツよ。天気の話題は誰とでも共有できる情報やから、古今東西みんなが話してるよな。同じ会場に来てるんやったら、何らかの交通手段で来ているわけやから、何できましたかって共通の話題ができるわけや。立食パーティーやったら同じ食事の内容について話せるよな。そういう共通の質問やったら相手も答えやすいんよ。ほんで、何度もこのチャンネルで言ってるけど、人は自分と共通点のある人に好感を抱くのな。質問も同じで、同じ共通のことを共有してるっていう話題はどこか心地よくて違和感なく返事をしてくれるね。質問をしよう。共通点の内容についていくつか質問したらな、ちょっとは2人の関係がほぐれてきてるやんか。準備運動はここまでや。準備運動の段階でこちらに興味なさそうにしてたり、会話することが面倒っぽかったり、喋りかけないでオーラが出てたりしたらさ、さっとその場を離れよう。爽やかにな。でもお見合いとか時間が決まってる場合は立ち去るのは難しいか。その時はもうな、会話の練習台と思って諦めて利用してやろうよ。お見合いでこちらの話を聞く気がないやつなんて、こちらからお断りしたらええのやから。はい、準備運動が終わったらいよいよ本番な。本当の会話に入るってことや。ここで大事なのが質問や。質問するときに注意してほしいのは、質問には2種類あるってことな。オープンクエスチョンとクローズドクエスチョン。質問には2種類あって、一つは相手が自由に回答できるオープンクエスチョン。相手がどう考えているのか、何をどのようにしたのかなどなど、相手の答えが限定されていなくて自由なものや。反対にクローズドクエスチョンっていうのはな、はい、いいえという短い答えで終わってしまうものやねん。動物が好きですかという質問は、はい、いいえで答えるからクローズドクエスチョン。どんな動物が好きですかっていう質問は、答えの自由度が高い質問やからオープンクエスチョンな。もう分かってると思うけど、会話するときは極力オープンクエスチョンで質問した方がええねん。オープンクエスチョンを繰り返して、相手がどんなことに興味を持っているのかを探っていくんやな。そこを糸口として会話を広げていくのが大事なのよ。広げる際にも当然オープンクエスチョンを使うねんで。まとめ、今回の会話のコツはこの3つや。1、会話の目的を持つ。2、まずは雑談をして共通の話題を話す。3、相手の答え方が自由なオープンクエスチョンで質問する。今回は仲良くなる会話の導入部分について話しました。会話っていうのは目的を持ってやろうなってことな。目的を持って会話をしていけば必ず上達するから頑張ってほしい。会話の導入で大事なことは、まずは共通する話題や状況から話すってことな。そこから少しずつオープンクエスチョンをして、相手のことを探りながら、相手が興味を持っている内容についてさらにオープンクエスチョンで広げていこうってこと。はい、今回は仲良くなるための必殺の会話術導入編について話しました。今回の動画が面白かったならチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今後も一生懸命動画配信していきます。あなたが会話力を手に入れたら無敵やと思います。バイバーイ。じゃあねー。